イメラジオ第4938回今日は令和5年4月20日木曜日です時刻は午前8時半横浜港北春の朝ですね春らしく遠くは見えない磯子の火力発電所のタワー晴れてれば見えるんですけど 今朝は見えないですね。リスナー皆さんいかがお過ごしでしょうかさて4938回目今回は「日本はなぜ三国同盟を結んだのか?」こんなタイトルでお話ししましょう。「日本はなんで三国同盟を結んだのか? 1940年」。年 昭和15年のことです、ね、9月ですすね9月第2次近衛内閣でしたこの三国同盟さえ日本がドイツと結ばなければ地獄の対米戦争はなかったこの三国同盟を結んだというのが返す返すも日本を泥沼に引きずり込んでいったそう言っていい何でじゃあその三国同盟を結んだのか。 海軍は日本の、ね、帝国海軍はこれに三国同盟に反対していた世内山本井上の海軍の良識派サンバガラスが反対していたとはよく言われることですがこの三国同盟にどちらか一方の国が、まあ、イタリアが抜けるとして日本とドイツのどちらか一方の国が アメリカとと戦戦争することにななってももそのの時もう一方の国が参戦義務を負わないつまり日本から見てドイツがアメリカと戦争することになっても日本はその参戦義務はないこれが盛り込まれることにより海軍としては「ああそうですかそれならどうぞ」と海軍はアメリカとの戦争に関しては確かに慎重でした。 けれどもしその三国同盟がアメリカとの戦争を直接意味しないんだったら「あいいじゃないですかと」と陸軍さんがそんなにやりたいんだったらどうぞとうち関係ないです海軍には基本的に政治とは関わり合わないというそういう伝統がありましたからうちと関係ないんならまあどっちでもいいですというそういう姿勢ですね。 ですからさっきの海軍の良識破産場ガラス米内山本井上といったような者たちもあんまり熱の入ったその三国同盟反対ではなかったんですよ本当は。特に山本なんかが三国同盟反対に奔走したというふうに言われますがまあそのアメリカと戦争したくなかったのは事実です。で山本がが、動いいたのも間違いありませんがでも 直接アメリカとの戦争にならないんだったら別にというそういう姿勢でもあったわけですよ。むしろ海軍としてその三国同盟にどうしても反対しなきゃいけないその実務の担当者でその責任者は吉田前後海軍大臣でしたねあの第2次近衛内閣で。だこの吉田さんなんなかはもうこの本気で反対した 海軍軍人でけれど陸軍の東場とか外務大臣の松岡とかここら辺にいろいろ圧かけられてもう心の病気になっちゃいましたね吉田前後さんは。その後及川小四郎という人が海軍大臣となりで結局三国大臣 同盟を最終的に海軍としても。認めた時の海軍大臣は及川さんです。吉田前後さんがずっと頑張ってましたが、もう。心おかしくなっちゃって。あ、だから吉田前後さんはその。第二次、五年内閣の前の、与内内閣の頃から、海軍大臣やってはいたんですよ。けれど、三国同盟。 やるぞやるぞといろんなところから圧力受けてもうだだとで及川さんに変わったと海軍大臣が及川さんは何もしなかったらもう三国同盟決まっちゃってた陸軍としてはこの三国同盟に非常にあの魅力を感じていましたというより三国同盟やらないと日本の国益が守れないぐらいの切迫した気持ちが陸軍にはあったでしょう ただし奇妙といえば奇妙でねそれまで日本がずっと戦っていたあの中国ですよ蒋介石政府この蒋介石政府との戦い九1937年以来日本は悩まされていたんですがその蒋政府の軍を支援していたのは 実はドイツ人たちだったんですよこれがまた。中国の軍を強力に変えたのはファルケンハイゼン有名ですよねファルケンハイゼン。こういったドイツの将校たちが中国の介石軍これを非常に近代的な装備へと変え訓練を施しそして 帝国陸軍が手を焼いていてただからドイツに中国から手を引いてもらうこれやんなきゃいけないさすがに三国同盟も結べばドイツはもう紹介石の応援はしないだろうしかも1940年といえばドイツが破竹の進撃もうフランスは陥落していますよね 1940年の6月でしたかフランスが陥落したのはそうするとフランスが持っていた東南アジアの植民地これがそっくりそのままドイツのものになる可能性も出てきました「仏ン南ン,インそして他の島々」とオランダも降伏していましたから あのインドネシアこの辺もドイツの植民地になる可能性が出てきましたこうなってくるとここに共栄権作ろうと思っていた帝国陸軍からするとドイツは脅威だったんですよこのままドイツが勝ち続けるとオランダには勝ったフランスにも勝ってるそうするとオランダやフランスが東南アジアに持っていたその権益というか植民地ですよねそれがそっくりそのままドイツのものになると。 こうなってくると日本が東南アジアで直接ドイツと戦わなきゃいけなくなるしかもドイツはというとその中国では長年にわたって介石軍を応援してもいたこんなことをやり続けられたら困るそうすると一層そのドイツと友人になっておいてドイツが勝っても日本が三国同盟というあの同盟を足がかりに東南アジアでの 権益を確保しようそしてドイツがフランスからの植民地をそっくりそのまま受け継ぐ日本がそれに預かれないこういう状況を避けようとしていたわけで、ね、帝国陸軍は。だからもう一回繰り返すと蒋介石軍へのドイツ軍からの軍事指導訓練そして物資の補給これをやめさせるためにもドイツと同盟を組むべし。 そしてフランスが陥落している以上オランダも東南アジアにおけるそういう植民地がそっくりドイツのものになる可能性が出てきましたがそれも阻止すべしとだから、まあ、今の目から見れば何であの疫病神みたいなドイツと日本はひっついたんだとそれがひっついたがゆえに今でも日本はあのドイツヒトラー・ドイツと一緒くたにされて大迷惑じゃないかだけど当時はもうヒトラー・ドイツが 戦争に勝利すると思われていたんですよ。で、対米開戦が起きるかどうかはわからない。わからないどころか、対米開戦は日本が起こしたんですよ。翌1941年の12月、新十湾攻撃ですよね。そして、あのこのまま戦争がドイツ有利で終わったら、アメリカはいつまでもあの参戦しないと。そうすると、日本は東南アジアに出て行きたかったので。 ドイツがフランスの代わりに来てもらっては困るとじゃあ日本の権益を確保しようということでドイツとの同盟と、まあ、これが結局裏目に出てアメリカはこの三国同盟というものに非常に警戒心を持つようになりこれはアメリカを攻めることはできない三国同盟結べばアメリカが警戒するというのは分かってたことなんですよそれでも結んだ あの日本の指導部が愚かだったというほかはありませんただから帝国陸軍は本当にあのもうバカな集まりだったわけですねなんか試験の成績が優秀だというのが指導しているようでいてその後じわじわとアメリカに圧をかけられでこのアメリカに圧かけられたのもなんかグローバリストによって日本が一方的にやられたんじゃなくて まあ彼らを怒らすようなことを日本がもう次から次へとやってるからなんですよねこの三国同盟が最たるものですよ自業自得ですそして自国の対米戦争最初の半年ぐらいは調子よく勝てましたがミッドウェーで大反撃を喰らいその後はズルズルと負け戦が続きましたやがて日本の諸都市が空襲にさらされ そして原爆も落とされ満州ではソ連軍の不意の侵攻による悲劇その後アメリカ軍にも進駐され日本が蹂躙されました三国同盟はまあもちろん三国同盟だけが台米開戦の理由でないんですよ非常にあの災いをもたらしたそういうものでありこれを推進した 帝国陸軍トップは東英樹でした外務大臣松岡洋介そしてその首相であった近衛文麿こういう方々の、まあ、戦争責任はもう免れないでしょう「夢ラジオ」4938回今回はなぜ日本は三国同盟を結んだのかお話ししました。